はい、こんにちは。ファーウェイ P40 Pro と iPhone 11 Pro のインカメの比較でございます。今、右手に持っているのが iPhone 11 Pro。左手に持っているのがファーウェイ P40 Pro という形になります。ちょっと歩ってみましょうか。同じように持っております。同じように持っております。食ってるみたいなのは置いといてくださいね。両手塞がってますからね。ちょっとね、ファーウェイの方が画角が狭い気はしますね。で、色味なんですけど、どっちが、この草木？うわぁ！この草木を、再現してるかっていうと、ファーウェイですね。これあくまで私の肉眼の主観によるところですけど、ファーウェイの方が、うん、こんなに緑色してないんですよ。こんなに明るい緑色してないのね、こっち。こっちの、うん、黒っぽい色です。で、すべてファーウェイも iPhone も全部デフォルト設定に戻しておりますので、そこは、例えばファーウェイの方だったら、ビューティーモード5とかね、そういうところになっていると、思います。ちょっと手ぶれがね、すごいかも。あとボケ？ボケ味？こう来た時の、いや、同じ位置に置かないためだよね。ファーウェイのボケ味は半端ない。髪の毛。どうです？一本一本描写されてます？まあでも外だからね、これは家でやった方がいいのかも。ただこの背景のボケ見は圧倒的にファーウェイかな。わかんないんだよね、これ。スマートフォンのディスプレイで見たものと、パソコンに取り込んだ後って全然違うんで、それはちょっとやってみないとわからないところなんですけれども、画角は iPhone のが広いね。広い。だからもしかしたら手ぶれが強烈に効いてるから画角カットしてるかもね。ファーウェイの方。だって凄まじいもん。で、どうなんだろう。一回ほんとパソコン取り込もう。で、音声なんかもね、どっちがいいかチェックしていただいて。ということで、疲れちゃった。ファーウェイ P40 Pro と、iPhone 11 Pro の動画テストでした。こちらが iPhone 11 Pro。こちらがファーウェイ P40 Pro。という感じになります。こう歩ってて自動的に、まあ背景のボケなんかもチェックしていただければよろしいのではないかなと思います。では、いろいろな動画撮って今日は帰りたいと思います。バイバイ。